日本自動車連盟 JAF モータースポーツが選出するドライバー・オブ・ザ・イヤー2024に注目が集まっている日本人の年間最優秀選手にあたるドライバー・オブ・ザ・イヤーは今年で4年目を迎える主催の JAF は今年のコンセプトはその年最もモータースポーツ業界を輝かせたドライバーとし1名を決定して検証することとなりましたとホームページ上で呼びかけ 最終候補3人が発表されている JAF の掲載順でまず挙げられたのが、全日本スーパーフォーミュラ選手権、SF、に史上最年少、日本人女性として初の参戦で脚光を浴びた JUJU ジュジュ。本名、野田達基準イコール18、TGM グランプリ。JAF は選出理由を、モータースポーツ業界での認知度、注目度はもちろんのこと、フォーブスジャパンの 世界を変える30歳未満30人に選出されるなど、テレビ、雑誌等一般メディアからの注目度も非常に高い。ジュジュ選手の活躍には従来のファン層だけでなく、モータースポーツに馴染みのない層も関心を集め、次世代のルーキーながら絶大な影響力を持っていると説明している。次に、F1 で強烈なパフォーマンスを発揮した角田裕希、24イコール RB。 今季は急成長を遂げて世界的な注目を集めており、世界最高峰のカテゴリーで着実に成長を続け、日本のトップドライバーとしてモータースポーツ業界を牽引する存在である、と選出理由を挙げている。そして最後に坪井翔、29イコールトムス、国内最強のドライバーとしての地位を着実に築きつつあり、実力、話題性ともに今年を代表するドライバーである。 とジャフは選出理由を指摘した。この中から1名が栄えある受賞となるが、ジャフは選考基準について、今年の選出基準は、競技の成績だけでなく、モータースポーツの認知度向上への貢献、メディアからの注目度といった視点も重要なポイントとなりますと説明している。10日まで一般投票も行われ、SNS 上では、ジュジュさんに全力投票してあります。 ジュジュさんに投票しましたよ、などと期待が沸騰。ジュジュの角田声、なるか注目が集まっている。一般投票に加えて有識者投票、ジャフモータースポーツ振興賞委員会、メディア関係者が行われて受賞者を決定し、29日のジャフモータースポーツ表彰式にて発表される予定だ。今年のモータースポーツ界の象徴は誰となるのか注目だ。